もう少し写実的に。ただいま、お父さん。スーちゃんは漫画を買いに行ったよ。ってあれ、ルーちゃん？ああ、お邪魔してますよ。お父さんのこと見つめてどうしたの？いえ、おじさま、歳をとったなって。私たちがこれだけ大きくなったんだもん。そりゃお父さんだって歳をとるよ。そうですよね。昔はあんなにかっこよかったのに。あ、思い出した！ルーちゃん、昔からお父さんのこと好きだったもんね。大きくなったらおじさまと結婚するって言ってたこともあったっけ。それは若気の至りです。ただなぜでしょう。昔からおじさまのそばにいると落ち着くんですよ。兄弟なのにお父さまとは正反対だからでしょうか。ゆるくて適当でいつもだらけてて。おいルーシャ、お前俺のことけなしてないか。そんなわけで、私の初恋の人はおじさまだったというわけです。ルーちゃんって見る目ないよね。いい、私もそう思います。お前ら、人がおとなしく絵を描いてるのをいいことに。おじさまのことちゃんとお世話してあげるんですよ。うん、分かってるよ。あんなでも私の大切なお父さんだからね。何なの？二人して本当に何なの？それではおじさま、いつまでもどうかお元気で。